日本ライト級の1位にランクされて、この山本指名試合の権利を得ました。そして今晩のジャッジが森田さん、中森さん、そしてレフリーが熊崎光大さんです。さて両選手を間に挟んでリング上注意が行われておりますが、今晩のメインイベント日本ライト級タイトルマッチ、画面の右側、これが尾崎不二雄です、21歳、左側がシャイアン山本、国際ジム。さあいよいよこれからタイトルマッチ第1ラウンドが始まります。ゴンが鳴りました。白いトランクスが尾崎不二雄、21歳、今日までの戦績が12戦して11勝1敗、11勝のうちに5つの KO 勝ちがあります。一方のシャイアン山本はキャリアが多く、22戦して12勝5敗5引き分け、12勝のうち6つの KO 勝ちがあります。24歳。第1ラウンド、これが今夜が3度目の防衛戦になります。チャンピオンの尾崎、一方のシャイアン山本はこれが日本タイトル挑戦は2回目です。原田さん、はい、このシャイアン山本ですが、はい、非常に地味なボクサーでありますが、自力をつけたようですね。そうですね、あれはコツコツとなってしましたね。韓国で仕掛けるとか大変なんですけど、これはおそらく勝ちだと思いますよね、はい、韓国で仕掛けたら勝ちだと思うんですけど、そういうようなやはり海外でのね経験というのはすごくこういうタイトルマッチにものを言いますからね、そういう意味では非常に尾崎君もやはり慎重に考えないといけないですね、はい。昨年の4月29日に成田条件に挑戦をして、この時は敗れております挑戦者のシャイアン山本、これが2度目の日本タイトル挑戦です。とにかく最初の挑戦の時は大変上がってしまったが、今回は冷静にやれると思うということを言っておりました。そして、今夜のタイトルマッチは死ぬ気でやりますということを言っておりました。挑戦者のブルーのトランクス、シャイアン山本です。一方の尾崎の方はこれが3度目の防衛戦、昨年の8月にタイトルを成田条件から取りました。その後11月に初防衛、そして今年の2月に2度目の防衛を果たしております。小林さん、はい、両選手中間距離での、お互いに、隙を狙っているという感じですが、そうですね、どうですか第1ラウンド。非常に、ね、山本君も軽に手を出してですね、はい、いいパンチ当ててますよね。非常にリラックスしてますよね、こういったところは山本君の、ね、はい、キャリアじゃないかなと思うんですけれどもね、尾崎の方はこのシャイアン山本とはスパーリングをしておりまして、大変に手数の多い嫌なタイプだと言っておりました。チャンピオンの尾崎、シャイアン山本の方は非常にボディーブローの上手い選手で、尾崎としてはこのボディーを狙われるとちょっと苦しいですね。そうですね、それで最近のシャイアン君は、はい、連打に磨きがかかった感じですからね、だから当たってからしつこいですからね。だからそれをですね、尾崎君がやっぱり私も調子がいいと言ってますので、はい、いいジャブからワンツーストレートね、キレのいいパンチをね、当ててもらいたいですね。そうですね、連打の山本か一発パンチもね、尾崎かというところですね、はい。さあ第1ラウンドありました。このラウンドの最低、原田さん、小林さんともに1対10のイニングです。画面の右側がチャンピオンの尾崎不二雄、21歳です。尾崎はこの試合、実は KO 宣言をしております。一方画面の左がシャイアン山本、とにかく、尾崎はスピードがあって、特に右ストレートが速いので、このパンチを警戒すると言っておりました挑戦者のシャイアン山本。試合は第2ラウンドに入りました。第1ラウンドはお互いに、互角ではありましたが、なかなか持ち味を生かしたボクシングをしたように思うんですがね。そうですね、山本君の方は特にですね、連打ですね、はい、尾崎も非常に右ストレートのね、はい、速いの打ってますけどもね、ちょっとやはり的確性が出てませんね、はい、尾崎も一発を狙わないでですね、やはり左からですね、コンビネーションブローですね、なかなか一発で倒すのは難しいですよね、このチャンピオンの尾崎の方は、普段のウェイトが70キロをオーバーいたします。大変に、丸々としてしまうんですが、今夜のウェイトが
134ポンド2分の1、61キロちょうどということで、約10キロの減量をいたしました。一方のシャイアン山本が135ポンド、61.2キロ、リミットいっぱい。非常にうまいウェイトコントロールを見せました。身長は尾崎の方が175センチ、一方の山本が174センチ、ほとんど変わりません。お互いに体を十分に絞っておりますので、非常に素直に当たりました。いい方ですね。右に当たりました。ちょっとテンプの近くだったんですけどもね、はい、もう少し正確にヒットしてはね、あるいはダンというところがあったんですけどもね。この右を警戒すると言っておりました挑戦者のシャイアン山本です。非常にスマートな両選手、ライト級と言いますと日本では重量級の部類に入ります。第2ラウンド小波乱がありました。チャンピオン尾崎の右のストレート、ボディーブロー、今度はボディーを攻めた挑戦者シャイアン、得意のボディーブローです。またボディーブロー、チャンピオンの尾崎がですね、減量をだいぶしているので、おそらくボディーを攻めればチャンスがあるだろうということをシャイアンが言ってましたがね。いい狙いですよね、はいはい。しかもこの挑戦者のブルーのトランクスのシャイアン山本はボディーブローは非常にうまいものを持っています。リングの中央、お互いの射程距離で、あっと、みんな深かった。チャンピオンの尾崎ショートパンチ、非常にそのチャンピオンの尾崎はキャリアがついたということもありましょうかね。落ち着いてますね。そうですね。シャイアンの左利き、速い左のストレート、そして右です。これは浅かった。ただシャイアン君のボテ行った時にちょっと隠してますよね、はい、ああいうのに相手に分かるといけないですね、ああいうボテをちょっと、ね、避けるような感じだとね、そこつけられますからね。なるほど、そこで第2ラウンドがありました。第2ラウンドの回転、原田さんは実体重のイーブン、小林さんもイーブンです。さて、前のラウンドの尾崎の右のパンチですが、あ、ちょっと後ろですね、ちょっと後ろバランスですね。結局放送席の採点は両選手ともにここまで互角、試合は第3ラウンドに入ります。挑戦者のシャイアン山本、そして向こう側が高橋義則会長でした。第3ラウンドが始まりました。この両選手実はともに青森県の出身です、チャンピオンの白いトランクス尾崎の方が太平洋側の八戸の出身、一方のシャイアン山本が日本海側の、深浦の出身であります。深浦と申しますと、つい先立っての日本海中部地震で一番大きな被害を受けたところで、このシャイアン山本選手もすぐに実家の方に電話をしましたら、実家の方は無事だったということで、ひとまず安心をしたということを言っておりました。弱点ついてますね。だから僕思うんですけどね、やっぱり尾崎君この早い前半にですね、ポイントを取っておいた方が僕はねいいなという感じを受けるんですよね。尾崎は前半にポイントを取る、尾崎君、そうですね、シャイアン山本の方は後半追い込んでくるということですかね。そうですね、やはり今スピードがありますからどうしても入れませんよね、はい、ただシャイアン君のパンチが当たってきますと交代しますと怖いですからね、僕もね。明らかに挑戦者の山本はボディを狙っております。目はお互いの相手の目を見ておりますが、明らかにボディ狙い。チャンピオンのパンチはちょっと大きかった。ワンチュー、そうそうそう、はい、チャンピオン陣営の本田会長なんですよね、ちょっとまだ尾崎に力みが見えると、その点シャイアンの方がそのスピードもあるし、あるいは背格も非常にいいので、ちょっと動きに差があるなということを言ってるんですね。あ、そうですか、ただボディーブローにしましてもね、あるいはシャイアンの左のスピードにしてもまだそれほど効いてる感じではないというふうに言ってますね。聞いてないけどもですね、聞いてないけども非常に嫌なんですよね、ボディ狙われる点とね、どうしてもガードが下がりますからね、はい、
またボディ狙い、徹底してボディ狙いの挑戦者山本。尾崎の方は私は練習でも小林さんね、はい、何度かスパーリングを見たんですが、はい、あまりボディは打ちませんね。うん、そうですね、ボディはちょっと大きいですね。挑戦者の山本、いいパンチを打ちました。場内が沸いております。第3ラウンド、思い切ったパンチを振りました。これは空振り。挑戦者のシャイアン山本、ハーボディブロー、ナイスボディ。非常にうまい作戦を取っています。挑戦者の山本です。このラウンドは挑戦者の山本がわずかに優勢か。さてこれが第3ラウンドの山本の攻撃です。必要にボディを狙いました。挑戦者のシャイアン山本、こちらです。シャイアンというのは、インディアン、アメリカンインディアンのように勇猛にという意味でシャイアンとつけたそうであります。さあ第4ラウンドに入りました。日本ライト級タイトルマッチ、チャンピオン帝拳ジムの尾崎藤雄21歳、挑戦者が国際ジムのシャイアン山本24歳。これが2度目の日本タイトル挑戦。どうでしょう、シャイアン山本は非常に今日のコンディションいいようですね。コンプレーションがいいですね。はい、いや、パンチするしですね。尾崎は勝負に出ましたかね。ちょっと尾崎は勝負に出たようなラウンドであります。ちょうどね、尾崎君のね、気負ってなんだか知らないんですけどね、はい、で出会い場がちょっと気づかれてますね、今なくね。だからやっぱりちょっと僕思うんですけども、尾崎君左がちょんないなっていう感じを受けるんですよね。ジャブをね、はい、ジャブをついてリラックスして、ジャブは捨てパンチでもいいんですからね、右を決めるという感じがいいんじゃないかと思いますよ。このチャンピオンの白いトランクス尾崎は戦後28代目の日本ライト級チャンピオンです。速いパス、リードブローです。挑戦者の山本。まあ、小林さんは帝拳ジムで、しょっちゅうこの尾崎選手の練習などを見ておられるわけですがね、はい、どうでしょう、この人の素質というのは大変いいものがあるんでしょ。素質はいいもの持ってるんですけどもね、まあ、先ほども先ほど来もね、ちょっと不審なのがあるんですね。なるほど、それで、まあ、ダッキングしたり、その素質を使うことができないんですよね。パンチなんか非常にね、いいものを持ってるんですけどもね、打ち返しますからね。好試合になっております。今晩のタイトルマッチ、シャイアン山本の方がわずかに手数で勝っておりました。このラウンドボディーブロー、いい左ですね。山本の左ね、右のストレートです。挑戦者の山本、チャンピオンの方が後手に回ってるような感じですね。そうですね、やっぱ積極に攻めてますね、大谷の方がね、はい、やはり左の使い方の差じゃないですかね、果たして3度目のタイトル防衛になりますか、それとも挑戦者のシャイアン山本が日本チャンピオンに輝くことができるかどうか。ナイスボディーブロー、今度は右のボディーブローです。上下のコンビいいですよね。いいですね、思い切ったワンツーは、しかしちょっとパンチが流れました。挑戦者山本です。目の離せない好試合になりました。第4ラウンドありまして、このラウンドもわずかに挑戦者が取ったようです。やはりこういう選手とはまだおそらくこう考えてみても、あまりやった選手じゃないと思いますね。でましてシャイアン君ので、しつこいですからね、しつこく来ますからね。でそれでなくても尾崎君っていうのはどっちかちょっと突っ立つ方ですからね、非常にこれからじゃあ曲げてアッパー打てってもこれなかなかすぐできませんからね。そうですよね、はい、ボディーブローです。いいボディーブローだ。挑戦者の山本、また山本必要にボディーを打ちます。もうあれをね打たしていきますとね、もうやっぱり勢い乗りますからね、またボディーです。強いボディーブロー、まあ、だいぶ効いてますかね。ちょっと効いてま
ですね。ますよ、これは。またボディを打たれました。第7ラウンドしたんですね。かなりダメージがあります。チャンピオンの尾崎。もう普通の腰が痛くなってやればね、おそらくこういう接近戦の練習もしてると思うんですよね、おそらく練習はしてなかったんじゃないと思いますよ、こういう練習はね。ボディです。山岡またボディだ。さあ、ロープに下がった。この後、山本がどういう攻撃をするか。ロープに詰まるチャンピオン、ロープに詰まるチャンピオン、回り込んだ。しかし、ついていきます。必要に追いかけます。挑戦者のサイアン山本。普通ならここで尾崎君も入っていった方が逆にいいんですね、下がるよりはね、クリンチでもいいんですよ、下がった方が前に出るのが。今度はボディアップ。チャンピオンが数発の反撃を見せました。チャンピオンの尾崎が反撃を見せましたが、しかし言っておりましたが、そういう気迫がよく現れております。今晩のリングパンチが単発ですね。やっぱりね、やはりこれだけボディ打たれていきますと、はい、やはりボディの方にこう瞬間いっちゃいますよね、それで単発なんも無理もないですからね。ワンツーを打たれました。チャンピオン反撃の手数がありません。ボディを打たれました。反撃の手数が少ない。チャンピオンの尾崎、ミナカット、ミナソータッパーです。これは顎を捉えました。チャンピオン久々のクリーンヒット。ああいうやっ
当たるパンチを何回も打つことですね。まあ、本当にコツコツと当ててまいります挑戦者の山本です。このラウンドはほぼ互角であります。さて、次回7月8日のダイナミックグローブはダブルメインイベントです。デビュー以来破竹の9連続 KO を続けておりますボクシング界の期待の星、日本ジュニアウェルター級6位の田畑信行が韓国ウェルター級5位のチョン・ワンキを迎えて、初の10回戦を行います。また定権ジムの前日本ジュニアバンタム級チャンピオン糸数勤が久々に登場する、豪華なダブルメインイベント、どうぞご期待ください。さあ試合は第9ラウンド、山本の方は当然、ポイントをリードしてると思ってるでしょうね。思いますね。攻撃から見て分かりますね。前へ前へ行ってますからね。そういった意味で非常に自分の方がいいんじゃないかと分かってますね。さあ尾崎は残る2ラウンドで何としてもこの劣勢を挽回しなければなりません。第9ラウンド何か起きるとしたらこのラウンドでしょうかね。そうですね、やはりこの回ですね。まあ、10回という最終回というのは両選手とも主力を作って頑張りますからね、はいはい、この9回というのは一つの山かもしれません。そうですね。この回の大崎いいですよ、まあ、やはり高さを出すことですよね、はい、一発じゃなくてね。そうですね、やっぱり手を出さないことには当たられませんからね。それと下がらないってことですね、どうぞの癖になってるんでしょうか。ちょっと下がり気味のチャンピオン。そうですね、やっぱり調子のいい時というか疲れてない時は下がってからもカウント打てますけどね、やはり疲れてくると打てませんね。組みがつくカウンター組に入りました。チャンピオンのパンチ、ニーラッパカット、この回いいですよ。久しぶりにアッパーが出ましたね、はいはい、さあ接近をして持ち合いリングの中央です。日本ライト級タイトルマッチ、両選手ともに主力を尽くしての戦い。第9ラウンド挑戦者山本の手数がやはりわずかに勝ります。一発強打でお見舞いする、お返しをするチャンピオン。しかしやはり体でちょっと押されます。ちょっと口を吐いておりますチャンピオンの尾崎。それだけ苦しいんでしょうか。相当ボディが上がってます ね、 これね。ああいう、そうですね、今はね、疲れてますからね、ボディも打たせてますからね、やはりここですよ、歯を縛って頑張るのはね。まあ、ここで原田さんの言う根性が出てくるんでしょうね、でも今日はお互いに頑張ってまでいい試合ですね、はい、いいタイトルマッチですよね、いい試合ですね。チャンピオンの山本の、挑戦者の山本の頑張りが試合を一層面白くしてます。第9ラウンド、ここでゴングが鳴りました。第9ラウンド、このラウンドはほぼ互角であります。戦後28代目の日本ライト級チャンピオン尾崎富士夫定権ジムが最終回逆転でタイトルを防衛するか、あるいは挑戦者のシャイアン山本第29代目の日本ライト級チャンピオンになるか、いよいよ最終回です。さあ最終回、泣いても笑ってもこのラウンドだけ。シャイアン山本頑張ったワンツー、シャイアンのワンツーボディーブロー、攻撃の手を緩めません挑戦者のシャイアン山本。これに対してカウンターで返そうというチャンピオンの尾崎、左のストレート大きく汗が飛びます。ワンツーボディーブロー、挑戦者の山本勢いがあります。挑戦者の山本に勢いがあります。一発返しましたチャンピオン。ボディーブロー、やはり手数が出ますね。挑戦者は接近してからボディーブローはいいですね、山本君はね。
相当ボディ打たれてますからね、苦しんでますね、はい、でも尾崎君もまだ一つパンチあるんですからね、思い切ってやっぱりこの回じゃないんだから思い切って打つべきですね、もうね。所さん、はい、新聞記者席の採点ですがね、3ポイントから4ポイント挑戦者リードと出てますね。あ、そうですか。おっと、レフリーの注意の間に相手を叩きました。記者席の採点も山本に傾いているということで、尾崎としてはこのラウンド残る時間で逆転をしない限り王座は守れません。しかし怯みませんね、山本は積極的です ね、 いや、これだからいいんですよ ね、 これで逆に下がってしまうとねいけないですけれども、一発の回転ってなおかつ回り出る、これがいいんですね。アマチュアの経験がありません挑戦者の山本、しかしプロでのキャリアは23戦目です。一方のチャンピオンの尾崎の方は今日が13戦目プロのキャリアでは劣ります。チャンピオン大変、まあ、地味な選手でありますが、しかしついに日本ライト級タイトルに王手をかけております。挑戦者のシャイアン山本、残る30秒で反撃をするかどうか。シャイアンが攻める、山本は攻める、あと20秒、最後まで積極的です。挑戦者よく手を出します。挑戦者側のコーナーから大きな声援の拍手、試合が終わりました。日本ライト級タイトルマッチ、放送席の採点は挑戦者がタイトルを握ったという感じでありますが、オフィシャルの採点はどうでしょうか。さあ、レフリーの熊崎さんがコールをします。新チャンピオン誕生、戦後29代目の日本ライト級チャンピオンが誕生しました。国際ジムのシャイアン山本、ついにデビュー4年目にしてチャンピオンになりました。一方の尾崎、3度目の防衛に失敗。リング上では今認定証の授与が行われております。いや、立派でしたね。そうですね、セコンドのですね、はい、シャイアン山本君はセコンドの会長言う通りにやっぱりやったことが良かったんじゃないですかね、ボディ攻めたことがね、敗れた尾崎選手ですが、どうですか、やはり持ち味が出ませんでしたか。そうですね、やはり腰の痛みがあったんでしょうけれどもね、いや、でもやはりチャンピオンですからね、腰で歯を食いしばってやってほしかったんですけどもね、細かいパンチが出なかったんですね、コンビネーションブローがね、やはりいろんな相手がいますからね、こういう相手もいるし、またボクサーもいますね、僕ボクサーだったらやっぱり尾崎君強いと思いますよ、まだね、やはりはいろんなボクサーが入ってますからね。はい、高田さん、はいはい、新チャンピオンのシャイアン山本選手、一言伺います。おめでとうございます。お願いします。頑張りました。今日はどの辺が良かったんですか。もう距離取って打ち合ったらもう尾崎さんのペースになっちゃうんで、もう手数で勝とうと思って、それは手数で頑張りました。すごくいい試合でしたね。はい、練習しました。満足してますか。はい、頑張ります。どうもおめでとうございます。どうもありがとうございます。いかにも嬉しそうな大変に爽やかなインタビュー、一言だけなんかこう練習をしましたという言葉がね、非常にね、会長ですかね、アドバイスをよく聞いていたところですね、上下の伝え方ですね、非常にいいコンビネーションプロだったですね、スピードもあったですしね。採点が入りまして、レフリーが99対94、ジャッジが99対96、100対94、一方的に挑戦者がチャンピオンを破って、タイトルを握りました。日本ライト級タイトルマッチ、新チャンピオンシャイアン山本が生まれました。では引き続きまして、6月23日、仙台で行われます WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチに備えて、
トレーニングに励みますチャンピオン渡辺二郎と挑戦者仙台ラミレス、この2人のトレーニング風景、それから両選手の絶戦を